どうもこんにちは年部長の小です今日は真打ちきっていうことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで先日の東京15区補選で、まあ、悪い意味で大目立ちした翼の党の面々なんですけども、まあ、その分ですね、まあ、全国デビューを果たし知名度爆上がりという状況だったわけですよね。まあ、そのの得を得たのはいいんですけども 副作用がね、今様々起きてるって形で、まあ最大は当然ね、まあ警察によるですね、選挙妨害と言いますか、まあ違反、容疑ですよね。だから公職選挙法違反ということになっていくんですけども、その容疑で今、取り調べにあってると、逮捕されて取り調べにあってるっていう状況ですね。まあ警察はそこに留まらず、特捜ですね、あの、特捜本部を設置して50人態勢で調べるみたいな感じで、 だから、まあおそらくですけども、彼らのことだけではなくって、背後関係含めて、様々洗っていくのではなかろうかと言われてるわけですよね。で、そしてですね、まあ、警察がガチでやってるから、いずれここからね、さまざ、あ、まな話がね、まあ、出てくるかと思ってたんですけど、まあ、ただね、一応、選挙妨害の件で再逮捕が何回もできるって話だから、しばらくはね、まあ、それをやっていくのかなと思ってたんですよね。まあ、そんな中ですねあの自民党の裏金問題は バイ、ねえー、翼の黒川さんはですね東京地検に刑事告発みたいなところがありましてでこれでねちょっとねあの巻き込み事故みたいなことも起きていたりとかですね で、そして、で、今回の教授っていうのが、なんとですね、大津彩香さんがですね、まあ、顧問になってほしいな、みたいなことを言ってた方ですね。はい。というわけで、まあ、今回はですね、まあ、も元部下の黒, <laughs> 黒川さんを刑事告発した教授を、えー、っと、大津彩香さんはなんか顧問に来てほしいなって過去に言ってたっついう感じでね、まあ、あらゆる話が繋がっていくっていうところがありまして、で、えー、っとですね、 はいというわけでこっちはですね。FNN プライムオンラインさんの記事ですけども、まあ、これの何分か前に共同通信さんが出されたんで情報としてはまあ一部のところに出してるのかなって感じですかねまあこの、えっと、情報が出てから各社報道し始めたっつ感じのようにも見えますけども。 でえっと、翼の党が政治資金規正法に違反している疑いがあるとして東京地検に刑事告発といや、えー、計420万円を政治活動に関する寄付として受領ということですね。はい でこれがね、本当にね、政治資金規制法って本当、っかりづれえなって感じのところがあるんですけど、まあ、とにかくですね、えー、2024年4月に行われた東京中国補選で、他の方向者候補者に妨害行為を行った疑いで、大統領が逮捕された翼の党が、えー、政治資金規制法に違反しているとして、大学教授が東京地検に告発状を送ったことが分かったと。でそれを送ったのは えと神戸学学院大学の上脇博士教,授教授ですね、まあ、上脇さんといえば自民党の裏金問題を、まあ、あの告発された方で有名だというふうに思うんですけども、まあ、とにかく基本的にやり方としては公開情報ですよね。あの公,開公開情報をもとにさまざ、あ、ま資料を付き合わせてって、まあ、最終的にこれおかしいんじゃないかということを まあ、あの告発されている方ですよねだからめちゃくちゃ綿密な調査さかつ、まあ、正直この問題のプロ中のプロと言っても過言ではないっていう状況ですよね。はい、で、まあ、こ,このね、えっと、その神谷教授の告発によって自民党はね、まあ、大変なことになってますからね。はい、で、えっと、その谷秋氏による告発状によると公職の候補者が寄付を受領することが法律で禁止されているにもかかわらず。 えー、翼の党の黒川代表が2022年に政策活動費名目で毎月35万合わせて420万円を政治活動に関する寄付として受領するなどとしたことはまあ政治資金規正法違反にあたる疑いがあるとしてるという感じですね。で、えー、っとこれが何でダメなのかちょっとまた別記事でお話ししたいんですけどまあ個人的にはねこの毎月35万ねこれ何なのかっつ話。 ですよね。はいで、これはあの私はもう生活費だと思ってます。はい、だからまあ、それをどういう風な形で計上するかにもよるんですけど、まああのー、いわゆるね。本来であれば、まあ何らかの形で稼いだらそこに対してまあ、税金。 がかかってねお支払いしてっていう状況なんですけども黒川さんは、まあ、そんなもんございませんとで資産もありませんっていうことを、まあ、すでに明言してるんですよねそれなんでかっていうとですね1億円の借金がありましてでそのあのいわゆる債権者っていうんですかねに対して返す,、まあ、返すつもりあるけどねって似合わすけど全く対応しないみたいなことをやっていて、まあ、簡単に言うと逃げ回ってるわけですね。でじゃあ その方が裁判して、勝ってで、強制的に差し押さえしたら、まあ、口座にはほとんど残ってませんでしたって感じで、未だ取れずなんですよね。っていうことをやって、その一方で自由に活動してるわけですよね。はい。だから、 まあそういった意味においてその1億円のねまあ債権持ってらっしゃる方はまあめちゃくちゃねまあ貸してあげたわけなんですけどもすごく今困ってらっしゃるっていう状況なんですけどもということなので個人的にね何か収入とか資産をまあ作らないようにまあしてるというかまあそういうことやってるわけですよね。 まあ、その一方でめちゃくちゃ活動していてその活動してる団体から、まあ、お金をもらってやっぱり生活してるんだろうねと外形的には見えるということですね。まあ、一応今一緒に生活されてる方がいわゆる、えー、と翼の党の今仮代表になっている富山真紀さんですね。まあ、市議さんなんななで、まあ、基本的な性 生活は、まあ、面倒見てもらったとしてもやっぱりあちこちやっぱり行くわけですしまあずっと一緒にいるわけじゃないわけでお小遣いもらってるんだったら別ですけどまあまあそういうのもあってまあ何て言うんでしょうねまあ普通に考えるとまあ35万円ぐらいをあの何、まあ、て言うんだろうなあの自分の政治団体からお小遣いのようにもらってみたいなことをまあやっていたのではなかろうかということですねはい。 ね、これが違法なんじゃないかっつってんですよねで、はい。で、こちらね、ザクザクさんの記事の方ですけども、ちょっとまあに同じような内容なんですが、少し、えーっとですね、詳しく書いてあってですね、はいで、政治資金規正法違反の容疑での枯渇状を東京地検に郵送したと、でさらに同法は、えー、政党以外の政治団体や個人が、 まあつまり、この政治団体っていうのは翼の党とか黒川さんとかがですね、えー、候補者の選挙運動以外の政治活動に関し寄付をすることや、候補者がその寄付を受け取ることを寄付、あの禁止してるということなんですよね。はい。だからこの辺がね、この法律のまあようわからんところでありまして <laughs>、詳しくは立花んが解説すんのかなっていう感じで、えー、っとですね、はい。 でまあ、要するにここで言うと必要なところだ,だけ取り上げると翼の党が、まあ、黒川さんの選挙運動以外の政治活動に関して寄付することとか、まあ、黒川さんがそれを受け取ることを禁止してるってことなんで、まあ、黒川さんが受け取った35万円が選挙運動に使われてればいいんですけどもまあ,あ多分多分そうは使われてない可能性があって。 るるののででままあああその疑いがあるってことでしょうね、まあ、毎月35万ってどう見てもなんていう生活費というか <laughs> まあ活動費という言い方してもいいんですけども、まあ、それが選挙運動だけに使われたとものである可能性はまあかなり低いですよね。選挙運動にも当然使われているお金もあるんでしょうけども、まあ、毎月35万っていうとまあ、ちょっとその辺はね あのまあ、だからこれに対して黒川さんが抗うとするといやいやそれはねちゃんと選挙運動で全部使ったんですよっていうことをまあ言わなきゃいけないっていうことになるってことなんでしょうね。はいはい、で、えっと、告発状によると翼の党は政党に当たらないのに2022年黒川氏個人に計420万を寄付したとしている他に。 会計責任者と事務担当者も告発したというところでありましてでこれはねまず会計責任者なんですけどこれはね根本さんがやってるんですよねはいだからま,また一個増えちゃったって感じででかつなんかこれ最初あれですよねあの富山真紀さんかなんかがなんかそれにされそうになって喧嘩になってたのってありませんでしたっけこの政党でしたっけあの <laughs> 逃げて正解 <laughs>、ね、あ危ないって分かってたんかいみたいな感じで で,で、あのねあとね、ちょっとかわいそうなのは、この事務担当者ですね、あのあえてちょっと出しはしませんけども、収支報告書の中に、まあ、翼の党のね、収支報告書に、まあ、代表の氏名に黒川敦彦って書いてあってで、会計責任者の名前がですね、根本さん、根本亮介さんになっていると。 はい、で根本さんの名前もなんか別の方の名前が書いてあって富山さんじゃないんですけどその人の名前を二重線引いてで、根本さんに、まあ、かまあ途中で変わったってことなんですかね。はいでいうとこでありましてでさらに事務担当者の氏名がですねこのえー、っと何て言うんでしょうね。 代表権騒動が始まった時に翼の党側からまあまああの情報提供をされた方がいらっしゃると思うんですけどその方が今はえなんか当時はえっとですねまあ N 党の、まあ、選挙の手伝いとかしていて現在ちょっとどうされてるかわからないんですけど今もやられてるのかもしれないんですがえっとそうですね地域カモフラさん等々とライブ配信の中でちょっと黒川さんのなんか裏情報みたいなことをやって。 やってましたよね。はい、でそれをやったせいだと思うんですけどもいわゆるう今一緒に逮捕されてる杉田氏からいわゆる本当に閑静な住宅街ですねに自宅前街戦されたっていうのがあってですねはいまあここも是非ねあの取材してほしいですね。あの <laughs> 今回告発されたその事務担当者はね,そのね自宅前街戦されてるんですよみたいなね。 黒川さんがこんなことやってますよみたいな話をしたらやられちゃったというところでありまして、はいまあ、しかしねなんかこうすっかり忘れてる話まで出てくるって感じでどんだけやってんだみたいなのはちょっと改めて思いますけどね、はい、ということでございますとはいというところでですね、まあ、しかしねしかしその公職選挙法はまあ難しいですね <laughs> よくわかんない。 みたいなところがあるんですけども、まあ、当然ねあの橘さんのもとでいろいろやってた時期だと思うんですけどもまあまあ別に翼の党の会計報告等々について相談したわけじゃないでしょうからね2022年のことなんでだからまあでもそうですねアウトだったというところですね。で これってあのー、既に、えっと、小木津さんがなんかその収支報告書をねまあ出してないよみたいなところでまあでに告発していた件もあるじゃないですかまあそれとなんかまあちょっと合わせ技になっていく可能性がね、まあ、今後あるのかなとね、まあ、ちょっと素人ながら思いますけど本当にどうなるんじゃっていうことですよね。 はいでまああとはね何だっけちょっといろんな表現まあ各記事によっていろいろ書かれてあって分かりづらかったのはなんか公職の候補者とそれから公職の候補者になろうとする者がいるっつう感じでね、まあ、ややこしいと。<laughs> で公職の候補者はまあ分かるじゃないですかまあおそらくですけどもすでに例えばえっ、ー、と今度の都知事選なんかでいうとまあ小池さんなんかね公職ですよねのまあ候補者ってことで。 ということでまあ多分合ってんだと思うんですけどで公職の候補者になろうとするものについてはまああれかな今田上さんとかですかねあの <laughs> 立候補表明したわけですから公職の候補者になろうとするものっていうのがありましてまあその辺含めてなんか分かりづらい法律ですけどもまあアウトなもんはアウトだよねって感じででなおかつこれがまあなんて言うんだろうなこう 活気なんていうんだろうなこう記載ミスとかね、まあ、悪意なくだったらいいのかも分かりませんけれどもなんでそんな面倒くさいことをやってるかっつうとそれはやっぱり1億円の借金の、ね、取り立て逃れじゃないですか。でそれは場合によっては立村さんは過去になんかこう指摘されてましたけども黒川さんにの政党に 黒川さんに払うんじゃなくって、要するに、まあ、い月いくらかよこ,せみたいよこせっていうか活動費 <laughs> 上げるみたいな話の中でその1億円のねその借金逃れしてるっていうのは発覚したから立花さんがその活動費をね正当あ正その翼の塔に入れるんじゃなくってあなたにっていうか黒川さんに渡す。 よううううみたたいいな話をしたというふうに思うんでですねで政党に渡しちゃうと、そのいわゆる、こう、まあ、ある種の、なんていうんだろうな、取り立て逃れ、プラス、場合によってはこれ、脱税みたいな話にもなっていくから、国政政党としてそれはできませんって言ったんですよね。めっちゃ正しいじゃないですか。もう結果出ましたよみたいな。<laughs> ほら刑、刑事告発されましたよ、あの自民党裏金議員をね、暴いた人に。はい で、その、その、大津彩香さんが、まあ、尊敬し倒してるですね、この上明教授、えー、が告発してるわけなんですけども、まあ、その黒川さんにお金を払え払えって言ったのが、まあ、大津彩香さんなんですけどね。まあ、いろいろ、もう, <laughs> もうなど、どうなっとんじゃんみたいな感じですよね。もう、もうあのね、あの空中にブーメランが舞いすぎて、もうこれどこに当たるのかもうわかりませんみたいな、これどっから飛んできたんだろうねみたいな感じに、まあ、ちょっとなってきましたけども。 まあしかしね、あの、もう、いやだから、その当時ね、黒川さんにお金払うべきだっていうことをね、まあかなり言ってた方々に関しては、まあ今回の刑事告発を見てどう思うかっていうのをね、まあ、うーんと、まあ別に表明もしなくてもいいですけど、まあどういう、まあなんか言い訳するんでしょうけどね、あの、あの <laughs> またただ、立花さん正しかったやないかみたいな話になるんですかね。それとも、なんかウルトラ、 なんか毎回すごい論理を展開するからちょっとねどういうなんかこうストーリーでね、まあ、言い訳をされるかっていうのは一つ楽しみではありますけどもはい。であとですねちょっと今回の件とあまり関係ないんですけども今回のその公職のね、まあ、候補者になろうとするものを調べていたらですねなんとこの件とは直接的には関係ないんですけども公職の候補者になろうとするものに関しての あの何ですかね質問収書を上げてるねまあ国会議員の方がいらっしゃってなんだあそういう質問してる方がいるのかと素晴らしいなと思って見たら、えー、とこちらですねはいドンと質問収書をですね出されたのはですねえっ、ー、となんと浜田聡さんということでやっぱりみたいなやっぱりかーみたいな <laughs> っていうことですかねはい。えー 公職の候補者になろうとする者に対する名誉毀損に関する質問収書っていうのを出されているんですよね。えー、っと令和2年2月25日ということでまあ約4年前ですかね、はい。ちょっとこれ何で出したのかすっかり忘れましたけどもまあ多分立花さんのなんか戦略に関係あるのかな <laughs> あの <laughs> ちょっといろいろ仕掛けすぎて私ももうもうついていけない状態になってますけども。 えーっとですね、はい、だからまあ基本的にまああの公職の人っていうんですかねいわゆる公人に対する名誉毀損と私人に対する名誉毀損では、まああのまあ、なかなかこう扱いが違ってですねあのいわゆる公人に対しては本当のことを 真実性があれば、ね、まああのいわゆる罪にならないっていうね、まあ、除外条文っていうんですかねのがあ,あるんですけど詩人に対しては本当のことであったとしてもその人の名誉を下げてしまうことを言ってしまったらあの NG っていうのがあるんですよね。例えでそれが詩人の場合はそれが本当だとしてもそれを,それを知らない人もいるわけですからわざわざそれを公に言うと、まあ、それは名誉毀損になるよって っていうことなんですよね。ただ、高知に関してはそれが本当だったら言ってもいいよってことに、まあ、言ってもいいってわけじゃないんですけどね、まあ、名誉毀損にはなりませんっていうことなので、じゃあ、公職の候補者になろうとするものって、この曖昧な人たちはどうなんだっていう、まあ多分そういう質問なんじゃなかろうかということですよね。はい でまあ、公人の定義みたいな話ですかね詩人であっても社会的に一定の影響力を持つ者に対する批判は事実の公共性の要件を満たす場合があり公人に準ずるという意味で準公人やみなし公人と呼ばれることもあるとはいで、まあ、その場合に公職選挙法にある公職の候補者になろうとしてるものはあ該当するのかどうかみたいなことですよねえー、と地方選挙や国政選挙の立候補予定者ですね だから立候補をしますって言ってからその人に関しての真実のことだったらその人がいかに不利なことであっても、まあ、名誉毀損になるかならないかっつう話ですかね。まあでもやっぱり立候補するって言った後はまあそ,そいやてうその人がその人に投票するかどうか決めるわけでしょだから一般的に考えるとその人がじゃあ過去に まあいわゆる反射でしたとかねいわゆるこういう犯罪を犯してましたっていうのは投票する上において必要な情報ですよねだからそれはまあしっかりお知らせしても私はいいんじゃないかなと思うけどまあその質問をまあしているということなんだというふうに思うんですけどはいでそれに対しての回答なんですがはいでこれの質問に関してはですね1から4まであったというふうに思うんですけども 1> はい、で、えっと、1から4までについて犯罪の成否については捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断される事柄であることから政府としてお答えすることは差し控えたいということではいゼロ回答でした <laughs> っていうところですかねはいで、はい、というわけでちょっとねまあ余談の話がそれましたけどもあのですね あのまあ、正直これがね、まあ、アウトかセーフかについてはまあよくわかりませんけどもガチプロが言ってるんでまあまあアウトなんでしょうおそらくね、まあ、あるいはアウトの疑いがあるっていうのは間違いないんでしょう。でなんですけど個人的にはですねまあ明らかにアウトと思ってる事例がありまして、まあ、これもね噂ベースでしょ噂ベースなんだけどまあ黒,黒川さんといえば例えばね、まあ、いろんな何て言うんだな困ってる方々 いいらっしゃると何となかの会みたいなね例えば三浦春馬さんの、まあ、会とかねであの彼の亡くなり方に、まあ、おかしなものがあるんじゃないかということでさまざま声を上げていらっしゃる方々がいらっしゃるわけなんですけどもその方々の声に応えて例えばアミューズの前で凱旋やってみたあれ株主総会でしたっけかなんかで凱旋、まあ、やってお前らちゃんとやれみたいなことをやったりとかしてるわけですよね。まあそれも一種の政治活動としてててやっていてで で、そういう活動をしてくれるとねそれはねやっぱりなかなかねその三浦春馬さんの死がおかしいじゃないかっていう活動に関して共感してくれる人も少ないからありがとうございますっていう風になるわけですよね。まあ、そうするとじゃあぜひ寄付をということになりましてそれがちゃんとあの政治資金報告書っていうんですかね報告書にしっかり記載してあればいいんですよ。 ですけど結構ね現金で受け取ってるっていう事例がありましてだからそれをちゃんと書いてるかどうかっていうのがまあまあ結構重要なわけですよね。はい、でそこについて結構な人が疑いを持ってるっていう状況になるわけでここについては公開情報では分からないからまあ 間違いなく警察がね、だって寄付した人に聞けばわかるじゃないですか。あなた寄付しました。はい、寄付いついつ寄付しました。これ書いてありますか書いてありません。あ、書いてはないです。アウト。書いてあったらセーフみたいな、まあ、こともあるわけで、まあ正直それを言い出すとですね、まあいろんなものがかなり適当にやられているので、そこにまあ悪意があるかどうかについてまでは私は分かりませんけれども、 やっぱりかなりいろんなことを適当にやってるように見えるからそれをねやっぱり、まあ、世の中の本当にプロが調べていくとめちゃくちゃたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思っていてその一個がね、まあ、ようやくと言いますか表に出てきたっつう感じですかね。はい、という形でまあ本当にねまあなんて っていうのかな、彼らの主張の中にはね、まあいいものもあるわけなんですけども、こういった自らの足元がぐらっぐらで言えば、それはいつしか突っ込まれるでしょうっていうふうにみんな思っていたわけなんですけども、まあ、ここまで来れちゃったっていうのはどうかしてるとは思うんですが、まあようやく、まあ本当の大人ですね、の徹位が下りつつあるのかなということでございます。はい。というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。